と10年総額7億ドルで契約した大谷翔平投手は、2日にメルビン監督や OB のバスター・ボージー氏同席で本拠地オラクルパークで交渉したと明かした。条件を3度も引き上げ、土軍同様に年俸を後払いにすることも了承していたが、大谷から南カリフォルニアに残りたいという意思を感じたという。ボージー氏はアメリカメディアジアスレチックに、11月中に代理人のバレロ氏に直接電話していたと明かした。本拠地サンフランシスコは治安が悪化しており、現在の都市の状態にはいくらかの懸念があったと2時間の交渉を振り返った。都市の状況なんて関係ないやろ。他のチームに魅力を感じなかっただけ。サンフランシスコは夏でも夜寒い日もあって、治安も LA に比べ悪かった印象なんやけどな。大谷は野球に集中できる環境が一番の条件やろうから、サンフランシスコより治安良い場所を選ぶのもわかる。大谷にとって気候や治安は絶対条件だと思うから、ドジャースを選択する理由も納得できる。確かに夜街を歩いているとロスの方が危険な感じがしたし、事件も多かったな。サンフランシスコの治安が悪くなったって前から言われたからな。それが決め手になったか。あと球場が左打者に不利なのもマイナス要因やろうな。やっぱり治安と温暖な地区があったんやろうな。安心して野球に取り組める環境は重要。せっかく岩手県から脱出したわけやし、もう寒いところは嫌やったんやろ。マイナーの育成体制の差が決め手になったと思う。野球一筋を追求して体を酷使する大谷にとって住み心地はとても重要なんやろ。より良い状態でより長くプレーをするのに必須条件やわ。ジャイアンツを選ばなかったのは地理的な理由以外にもチーム状態もあったやろうな。ドジャース型球団に劣るところが見当たらない。大谷のドジャース行きは必然なのかもしれない。単純にプレーオフ進出への確実性から選んだんやろ。ジャイアンツの球場は左打者振り出し、大谷自身も相性が良くないから、いろいろ考えてドジャースしかなかったかも。自分の実力を発揮できるところを優先させたんやろ。ドジャースが大谷の覚悟に応えられる球団だったってことやろ。